好，现在我们来玩这个漆黑世界。哎呀，这个妹子怎么被绑起来？お前からキュービを引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、キュービ。妈的，万一等会奥特曼出来就神作了。我靠，他有两个血轮眼。那个道具能时空传送了，把它传走了，不是它挡住了，是把它转到其他地方去了。お前の相手は俺だ。そして終わった。いや。飛んだか。早いな。さすがは先生。だが今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。妈的，要刚他的老师。剣を操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさか我が手が打ち葉まだまだというのか。さあどうだろうな。好きだらけだ。あや、よし、負けた。こちらで。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに。あ、我也有的好吗？俺を相手に。哎哎哎，错。とでも思うのか。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるかな？お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれでは計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。こいつ一体何を。お前を何もかも遅すぎる。どういうことだ。わかる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだから。行くぞ。
どうした四代目、お前の力はこの程度ではないだろう。おお、靠，妈的，吊打老师。里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼人二の段だよ。有点凶，有点凶。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでもある。把他给打伤，但那个狐狸怎么办？好，前面全是装逼啊！受伤了，好疼啊！キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。先引开大国的注意。この世界は真っ暗だ。妈的，变成了一个计划通的。こんなとこは、こんな世界は。哎，你妈，你明明在一个世界的嘛。どうでもいいんだよ。不要骗自己。你就见着他了。